面白そうだな。買ってみるか。続けてみるか。やめとくか。あの、ごめん、徹夜明けなんだ。客の今日は。そうですか。親父さん、寮か。この辺にタトゥーショップってありませんか。タトゥー、ああ、入れ墨のことか。そういや、この辺にそんな店があるって聞いたな。本当ですか。どこにあるか分かりますか。さあな。ああ、そういや、たまに来るバイカーが、そいつらに聞いた。そのよくゲームセンターに出ゲームセンター。Thank you.
なんだガキめ。聞きたいことが。うるせえんだよ。この野郎、生意気な面しやがって。文句あんのか。え、聞きたいんだ。話す気はねえぜ。しつけえんだよ。なんだ。その入れ墨のことを聞きたい。お前、タトゥーに興味あんのか。ああ。このタトゥーはうちのチームの印だ。どこで入れた。そりゃ一流の彫師がやってるタトゥーショップよ。そのタトゥーショップを教えてくれ。おめえ、腕っぷしは強そうだし、見どころがありそうだ。チームに入るってんなら教えてやるぜ。わかった。本気だったらタトゥー入れてこい。店は岡山ハイツにある。ま、探してみな。何か。岡山ハイツっていうアパートを探してるんです。どこにあるか。岡山ハイツ、そうですか。じゃあまた。1回100円か。やってみるか。Welcome to the family. Get ready.100円か。ちょっと遊んでみるか。
いつもありがとう。当たった。閉まってるな。いらっしゃい、これを。ありがとうございます。すいません。なんすか？近藤さん、岡山ハイツって知らないな。そうですか。いらっしゃい、これを。ありがとうございます。いらっしゃい、これを。一回どうぞ。外れか。
ああ、そうっすか。残念っすね。いらっしゃい、これを。くじ1回どうぞ。外れか。ああ、そうっすか。残念っすね。近藤さん、岡山アパートマンちょっと見てきそうですね。いらっしゃい、これを。1回どうぞ。外れか。ああ、そうっすか。残念っすね。いらっしゃい、これを。ありがとうございます。いらっしゃい、これを。ありがとうございます。いらっしゃい、これを。ありがとうございます。すいません、これを。くじ1回どうぞ。外れか。ああ、そうっすか。残念っすね。すいません、これを。くじ1回どうぞ。おっとっと。好きなのを選んでください。じゃあ、これを。ありがとうございます。いらっしゃい、これを。
ありがとうございます。すいません、どちら様ですか？山の瀬の葉月と言います。お聞きしたいことが。ごめんなさい、今火を使ってるので。そうですか、また来ます。まだやってないのか？よく来ました、迷える子羊よ。あの、お困りのようですね。ええ。では占いましょうか。1回300円になりますが。はい、お願いします。では何を占いましょう？運命の糸をお願いします。では、来ました。鏡の前に女性が見えます。その鏡が道を示すでしょう。そうですか。他にも何か占いますか？いえ、もう結構です。そうですか。では困った時はまたお立ち寄りください。ええ、じゃあまた。めぐみちゃん。か、お兄ちゃん、猫ちゃんの名前決めたよ。ミミちゃんなんだ。かわいいでしょ？おう、かわいいな。まだまだ小さいな、お前は。ほら、ミルクだ。飲みな。飲んでる飲んでる。よっぽど腹が減ってたんだな。うん、とっても嬉しそうだよ。ありがとう、お兄ちゃん。
りょうさん、なるべくは…ああ閉まってるな。
強そうなのに知ってくれよ。なめらえないようにね。特に、あのスクールボーイな。Shut up! You だってやられただろ。あのスクールボーイに。ボーイ! Oh no! タトゥーを入れに来たのか？チャーリーってやつはここに来てるか？チャーリーならそこさ、眠ってる。だが下手に起こすと怪我するぜ。なんだてめえ。うわっ、中国人の組織のことを聞きたい。知るか。うわそんなこと聞いてどうすんだ。お前には関係ない。いいから教えろ。うわ、分かったから腕を離してくれ。組織のやつに合わせりゃいいんだぞ。ガキは手加減って知らねえ。それでいつだ？明日の3時にゲームセンターで待ってる。本当だな。ああ、来なかったら分かってるな。原崎、どうしたんだこんなところで。予備校の帰り。原崎の来るところじゃないだろう。葉月くんを探してたの。え？この辺りで葉月くんを見かけたって友達から聞いたから。でもなんで？今日の学校の志望校のオリエンテーション、葉月くん来なかったじゃない。ああ、もう志望校決めてるの？いや、でも行くなら空手部のある大学だ。そう、でもそろそろ受験準備も追い込みよ。分かってる。心配なのよ私、受験の前なのに。大丈夫だ葉月くん。お父さんのことでいろいろ気持ちが落ち着かないのは分かるけど、でもそのことなら後で話す。きっとよ。ああ、こんなとこ原崎の来るところじゃない。早く帰れ。じゃあね。すいません。あ、忙しいですか？いや、思ったほど独立。あの、味にはビーフもバンズピクルスなんか。そうですか。絹代おばさん。はい、
最近忙しい。まあ少しはね。でも大丈夫ってもね。毎日毎もそれにしても毎日さ早くあったかく。ええ、じゃあはいよ。すいません。はいはい。お、いいジーンズ履いてるな。そんな君にぴったりの服入ったよ。どうかな一つ。いえ。店長。いやあ、葉月。トム。はい。相変わらず元気。チャームは、いつもグッドね。お客さんいればもっとそのうち来るさ。タムさん。おう、リョウじゃ。どうしたんですか。聞いたぜ。最近はタムさんの武勇伝にはか言うじゃねえか。お前のそういうとこ嫌いじゃないけど、あんまりみんなを心配させん。たまには早く帰って。まあね。リュウさん。また君。まあ君。はい。風邪などひかぬよう危険行が一番。すいません。悪いの。あとに。こんにちは。やあ、りょうちゃん。イネさんがりょうちゃんのこと探してたらしいぜ。そうですか。あんまり年寄りに。はい。すいません。あれ。そうですが。旦那、ちょっと。なあ、りょうちゃんだったか。イネさんがりょうちゃん。そうですか。あんまり年寄り。はい。すいません。おいおい、早く。はい。
イネさん。リョウさん、なるべく早く帰ってきてください。なるべくそうする。それじゃあ。はい。リュウさん。ああ、ハズキさん。よければ一度。ええ、また。やっぱり、ハズキさんも、前田さんとこで？ええ、まあ、しば、お待ちしてますよ。毎度。どうしたんだ？喉を渇いてジュース欲しいけど、僕小さいお金ないです。おごるよ。どれがいい？あなた優しい。僕嬉しい。僕飲むです。あなたのおすすめ。おすすめか。そうだな。ほら、おすすめありがとう。僕もらうです。店忙しいのかい？ああ、少し。あなた店また来るです。親父さんおすすめ食べにでも。ああ、当時さんたちによろしく伝えてくれ。僕わかった。親父さんたち伝えるです。じゃあ僕行く。用事あるです。あ、じゃあな。はい、毎度。マリオ。いらっしゃい。おう、リオですか。リオラピッツァ。ファイア、すぐできます。いや。おう。じゃあ。チャオ。あの、お水はセルフサービスで。あ、いえ。あの、お忙しいですか？おかげさまで。何か食べていきませんか？味噌ラーメンもありますよ。こってりしてますけど、くどくないんです。ええ、お待ちしてます。じゃあ。
や、りょうちゃん。あけみさん。すいません。悪い。この前の夜勤で。そうですか。仕分けない、ちょっと、とても。そうですか。西条さん。どうした？いえ。ダーツ1回100円。遊んでいくか。惜しいな。まずまずかな。まずまずかな。こんなものかな。ラストか。当たった。トップか。終わりか。やめとくか。いらっしゃい。これを。ありがとうございます。いらっしゃい。これを。ありがとうございます。すいません。なんすか？いや、別。
すいません。おや。あの。葉月さんとこの。寮です。そうそう、そうだったね。のぞみからよく聞いてる。そうですか。閉まってるな。親父の仇は必ず取る。亮さん。福さん、久しぶりに相手をしてくれないか。はい、全力で行きますよ。今の技。さすが福さんだ。いつの間にそんな技を。久しぶりです、リョウさんと手合わせなんて。少し気持ちが落ち着いた。え、まさか何か手がかりが。中国人の組織に接触できるかもしれない。中国人の組織って先生を殺した奴らですか。まだわからない。リョウさん、一人で乗り込んでいくつもりですか。あんな恐ろしい奴らを相手にするなんて。そうするしか他に方法はないんだ。気持ちはわかりますよ。でも危険すぎます、先生でさえ。覚悟はできてるさ。でも亮さんに万一のことがあったら、俺先生に申し訳が。心配ないよ。まさか亮さん、そのためにいきなり稽古を。そんな。お願いです、考え直してください。もう決心したんだ、俺は行く。
リョウさん。ミネさん、聞いてたのか。どうかおやめください、リョウさん。できない、そこをどいてくれ。お願いでございます。先生のご意志をお継ぎになり、道場をお守りください。俺には親父が人を殺すとは思えない。リョウさん、お待ちください。お渡ししたいものがございます。うん、親父宛ての手紙。先生がお亡くなりになった後で届いたものでございます。不吉な予感がして、亮さんにはお渡しすべきでないと思い、今日までしまっておりました。中国語の手紙でも、どうして。これ以上危ない真似をしてほしくないからでございます。どうか亡くなられた旦那様を心配させるような真似は慎むと、いいねと約束してください。いいねさん、どうぞいいねと約束してくださいまし。わかった、約束するよ。きっとですよ。大切に使わないとな。リョウさん、そういえばイネさんと何を話していたんですか。ああ、手紙ですか。中国語。まさか先生を殺した犯人じゃ。わからない。畜生、誰か中国語の読める人がいるといいんだけどな。父さん、一つ。わかった、相手するよ。全力で行きますよ。全力で行きますよ。福さんだ。何ですか今の技。どうした福さん。どうだ、いつの間にそんな技を。ここまでにしよう。ありがとう、福さん。ありがとうございました。
どうだ、美味しいミルクだぞ。うまそうに飲むな、こいつ。きっと美味しいんだね。じゃあそのうちまた持ってくるか。うわーい、ありがとう、お兄ちゃん。めぐみちゃん。あ、お兄ちゃん、ひみちゃん、めぐみのことわかるんだよ。めぐみが呼ぶとね。本当かい？本当だよ、ほらね。へえ。どうした？サングラスしたおじさんにサッカーボール取られちゃったんだ。お兄ちゃん呼んできたら返すって。なんだと？どこだ？そこの空き地。お前引っかかったな、小僧。何？タトゥーショップでの礼をさせてもらうぜ。ほらよ、帰ってろ。でも、そこまでだ。くそ、このままで済むと思うなよ。大丈夫か？シェ、お兄ちゃん。シェイシェイって、もしかして中国人かい？うん、僕、コウブン。か、コウブンです。お兄ちゃんは？ハズキだよ。ハズキリョウ。ハズキのお兄ちゃんか。ああ。ハズキのお兄ちゃん、シェイシェイ。近藤さん、中国語が読め…そう、知らない。ドブ板の中国の人。そうですか。面白そうだな。ちょっとやっていくか。こいつは。もう少し遊ぶか。やっぱりやめよう。
すいません。はいはい、なんだい。今いいですか。ああどうぞ。中国語がわかる人を探してるんです。この辺りで誰か知りませんか。中国人、すぐそこの中華料理屋の人が中国人だから読めると思うけど。アジイチの人ですよね。いや、そうですか。東おじさん、今大丈夫ですか。はいよ。何ある。この手紙読んでほしいんですけど。あいや、古い文字たくさんよ。それに変な書き方ある。なんて書いてある。ごめんよ、私たち読めない。そうなんですか。なあ。ああ、そう。でもこの紙は中国書道でよく使う方書よ。方書？東おじさん、上質の和紙よ。書道用の紙あるよ。料理でも使うある。鈴木の方書焼き有名よ。じゃあ。はい、読めないある。え、ワンにも聞くよろしい。今商店街に出前行ってる。字得意あるよ。わかりました、聞いてみます。すいません。どうも。服部さん。ああ、いい。ワンさん見かけませんでしたか。ワン？アジイ。ええ。出前に行くのは見たぞ。珍しく歩き。彼が、ええ、どこに店を出て右の方に行ったな。そうです。あの、はい、何お聞きしたいこと。悪いんでちょっと急に。わかりました、じゃあ。おばさん。ああ、りょ、アジイチのは。そんなのしょっちゅうよ。今日もどっち。さっきあっちの方へ行ったのを見たのが最後かね。そうですか。どうしたんだ。喉乾いてジュース欲しいけど、僕小さいお金ないです。おごるよ。誰がいい。あなた優しい、僕嬉しい。僕飲むです。あなたのおすすめ。おすすめか、そうだな。おすすめありがとう。僕もらうです。そうだ、悪いんだけど。はい。この手紙
読んでもらえないかな。僕読めない。この文字変です。そうか、悪いです。いや、僕日本語を教えてもらってる人、ジー・トグイ、聞いてみる。いい、なんていう人なんだ。修玉さん言うです。古い壺を古い皿売ってる陶器屋さんです。陶器屋の修玉さんだね。はい、行ってみるよ。ありがとう。じゃあ僕行く、用事あるです。ジュースありがとう。いや、毎度。ちょっといいかな。ごめんなさい、今はどこかその辺。みなこさん。何？すいません、これを。じゃあ、くじを一回引いて。
外れか。ごめんね、せっかく買ってくれたのに。すいません。ん？陶器屋さんって陶器？陶器屋って、ええ、そういうの行かない。そうですか。また。リュウさん、また来まあ、はい。風邪など非健康がいや。お兄ちゃんだ。ユカのパパね、毎日パン焼いてるの。パパのパンも美味しいけど、ユカはハンバーガー。いらっしゃいませ。失礼ですが、周玉さんですか？はい、そうですが、どちら様でしょう？葉月と言います。葉月さん、ああ、そうそう、孫から、公文から聞きました。ありがとうございました。え？桜ヶ丘で助けていただいたと。
ああ、そういえば。あの子ったら鼻を膨らませて言ってたんですよ。葉月さんのように強くて男らしい人になりたいって。そんな、俺は何も。ところで何か。ええ、この手紙読んでほしいんですが。あら、これは裏文字ですね。裏文字？ええ、でも左右が逆なだけではなくて、ちょっと特別な様式なんです。ああ、読んでもらえますか？いいですよ。鏡を狙う者あり注意されたし、なお緊急の場合は賃貸人に助けを求められよ。主玄達。主玄達、賃貸人。あら、裏にも何か書いてありますね。天地父超多人地チームをだよ。どういう意味ですか？父なる天、九つの竜、母なる地、我が友。ごめんなさい、よくわかりません。そうですか。でもこれは電話番号だと思いますよ。古い漢字の数字ですから。電話番号？ええ、0468-61-564。0468-61-564。わかりました。ありがとうございました。